と激辛チョイス、今日もみんなの心をつけちゃうぞ、やってきました。はい、今宵はですね、茨城県にあるドラゴンラーメンさんに、ま、やってまいりました。世にも恐ろしいネーミングのラーメンを発見してしまいました、そちらがデビルドラゴンラーメンと言われる商品になります、こちらがですね、ハバネロを使ったラーメンなんですけれども、一応辛さレベルが、なんか何段階かに分かれてて、今回は、マックスの超辛、はい、行きたいと思います。茨城は東京と違って寒いです、寒い夜は激辛ラーメンを食べて温めましょう。それでは挑戦していきましょう。レッツゴー。さあ、早速中入ってきたんですけれども、こちらですね、メニュー表を見ると、醤油ラーメン、和風だし、まあ、醤油ベースの、ラーメン、あと味噌ラーメン、普通のラーメンも辛くない、ラーメンも、普通にあります。あとはですね、台湾混ぜそばとかドラニボ、あ、煮干しを使った混ぜそばですね、いろいろこう各種いろいろなラーメン、そしてつけ麺という種類あります。で、本日のターゲット、こちらデビルドラゴン唐辛子5種をブレンドした、ラーメンになっておりますけど、本当にね、もう見た目からして真っ黒になってます。一応注意書きで、辛さのレベルは半辛、そしてノーマラ、そして悶絶必至の殺人級の超辛、はい、殺人級ですからね、相当の覚悟でお望みください。初めての方は半辛で試してみてはという注意書きが書かれております。さあ、どれほどものか楽しみでございます。それでは行きましょう。お、来ました。はい、それもからお願いします。デビルドラゴン超辛、はい、まだ知った。いただきます。さあ、デビルドラゴンラーメン、どれほどの威力か楽しみですね。デビルです。悪魔のように口のビルの中が刺激されますけれども、それではじゃあ続いてこのスープにこの麺を絡ませていきましょう。そしてこれがちょっと特徴的な、チャーシューの竜田揚げ、これうまそうだな。サクサクになるので、身はとろけるように柔らかい。そしてこのピリッとこの辛いスープにこの竜田揚げがよう合いますわ。それでは続いてこちらの卵、ちょっと辛みがきついときはね、この卵を食べることによってお口の中の刺激が半減されるような気分です。ハバネロ辛いね、やっぱ確かに殺人級に辛いかもしれない。確かこのお店あれですね、すする TV のすするさんも確か来てたような気がしますけど、はい、ラーメン店、それ見てちょっと知ったのがきっかけだったんですけどね。あ、竜田チャーシュー、うまい。
たチャーシューが真っ赤で見えないですけど、これうまいわ、これ好きだわ、これこれめっちゃいい、これ好き、麺と具材はほぼ当たり残すとこ、このスープのみ、最後このスープを飲み干してデビルドラゴンを、地獄に葬り去りたいと思います。辛さレベルの発表していきましょう、ドラゴンラーメンさんのデビルドラゴンラーメン超辛辛さレベルじゃーん、辛辛さレベル 7.5 でーす。では非常にハバネロを使っているだけあってね、本当にこうどしっとぐさっとこう重くのしかかる辛みがありましたけれども、非常にこのスープ本来のこの醤油ベースの、このスープがね、異常な具材の出汁が染みて非常に美味しく食べれました。一押しはね、この竜田チャーシューが一番美味しかったですね。サクッとカリッと揚がってるんですけど、中のね、チャーシューはトロトロのように、とろけるように美味しく、この辛いラースープに、混じり合って非常に美味しく食べれました。麺もね、非常にこう麺に絡みつき、よりすすりやすかったかなと思います。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と激辛ブログを更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。